東京都知事候補無所属小池晃50歳東京都世田谷区生まれ東北大学医学部卒医師都内の病院に勤務参議院議員2期命を守る福祉防災都市東京に全力では続いて 小池晃さんの政見放送です東京都知事候補の小池晃です東日本大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます真っ先にやらねばならないのが被災地の救援と復興です今こそ力を合わせて首都東京の持てる力を発揮しましょう 停電や物不足などで都民の暮らし中小企業大変です東京都がもっと役割を果たすべきです臨海部では液状化現象による被害も起きました築地市場の移転しようとしている豊洲でも液状化が起きています危険性は明らかです私小池晃は移転を白紙撤回し今回も被害のなかった築地で 再整備を進めます原子力発電所の事故が都民の中に不安を広げています安全神話と決別し安全最優先で見直しましょう原発頼みから抜け出して太陽光風力など自然エネルギー都市東京を作りましょう東日本大震災は今までの行政の在り方の 根本的な見直しを求めているのではないでしょうか石原知事は何が贅沢かといえばまず福祉と都民の医療や福祉を後退させました災害時の拠点となる都立病院は16から8つに減らし東京都の歳出に占める老人福祉費は全国2位から47位に落ち込みました 地震対策も後退しています石原知事は震災対策の原則の第一は自分の命は自分で守る自己責任だと防災予算を削減しています東京都の都民あたり救急車の数は全国最低消防ポンプ車は全国46位とこれも大きく遅れています福祉を切り捨てた都政と。 防災は都民任せて交代させてきた都政より根っこは同じです。今こそこの石原都政をチェンジすべきです。私、小池晃は東京都内の病院で内科の医師として働いてきました。相次ぐ医療制度の解約や過酷な労働条件の中でまともに医療を受けることができない、そんな実態を見てきました。その後12年の後年 参議院議員の活動の中で新しい政治への希望を語りその実現の道筋を示してまいりましたかけがえのない命を守りたいそのために政治の病気を治したいこれが私の原点です今度は東京都政でその仕事に取り組みます私小池晃は東京の医療介護を立て直し 災害に強い都市を作ります都立病院潰しをやめさせ医療介護のネットワークを築きます4年間で特別養護老人ホームを1万5千人分保育園を2万人分作りますこれは地元業者の仕事と雇用につながります高すぎる国民健康保険料を引き下げるとともに 18歳までと75歳以上の医療費を無料化します雇用を守り、東京経済の主役中小企業の仕事を増やします30人学級で行き届いた教育を実現しましょう東京都の地震対策も全部見直して強めることが必要です個人住宅やマンションの 耐震改修助成を思い切って広げ救急隊やハイパーレスキュー隊の増強も取り組みます東京都にはオリンピックのためのため込み金など使える活用できる積立金が1兆円以上あります今こそこれを使うべきです破綻が明らかな新銀行東京や1メートル1億円の東京外環道などの浪費をやめて東京の豊かな財政を 命を守る福祉・防災都市東京をつくることに充てるべきです日本国憲法は9条で戦争放棄をうたい25条で生存権を保障しています今こそ憲法を生かした都政をつくりましょう命を守る福祉・防災都市東京へ私小池晃にその仕事をやらせてください 都民の皆さんの大きなご支援を心からお願い申し上げます。無所属小池晃さんの政見放送でした。